ここからは消費者トラブルを防ぐにはどうすればよかったのか振り返ってみましょう。この事例ではインターネット通販でダイエットサプリを購入しトラブルに遭いました。どこが悪かったのでしょうか。そう、めっちゃ安い、試しに買おうかな。いいやん。ここです。画面の下に定期購入が条件と書いていますね。このようにお試しや限定という言葉につられ定期購入が条件になっていることを確認せず注文してしまったのがトラブルの原因です。気がつかないうちに定期購入になっていて翌月以降も商品が届き続けた。解約しようとしてもなかなか電話がつながらない、高額な解約手数料を請求されるなどの定期購入のトラブルが相次いで発生しています。インターネット通販などの通信販売はクーリングオフができません。返品できるかどうかについては契約の内容に従うことになります。注文の際は最終確認画面で商品の内容や取引条件、解約条件などをしっかりと確認しましょう。続いての儲け話では、まずどんなところに気をつけるべきだったのでしょうか。1000か、試しにやってみようかな。ちょっと待って、リスクなしで簡単に稼げる儲け話はありません。 SNS で知り合った人や先輩など知人からの勧誘をきっかけとしてトラブルに巻き込まれることがあります。簡単に儲かるといった言葉は鵜呑みにせず、不必要な契約はきっぱりと断りましょう。登録してみたものの全然儲からず、追加で高額なサポート契約を勧誘されることもあります。儲け話はこのような副業以外にも FX や暗号資産などの投資でも持ちかけられることがあり、注意が必要です。さらに必ず儲かるので借金をしてもすぐに返済できると言って借金をさせてまで強引に契約を結ばせようとするケースもあります。簡単に稼げる話は絶対にありません。一度立ち止まって考えましょう。次に脱毛エステの事例です。この事例では無料体験の際にお得と言われ契約しトラブルに遭いました。どこが悪かったのでしょうか。通い放題のプランなので絶対お得です。わかりました、通い放題ならお得そうやし、じゃあ契約します。ここです。割引は今日だけなどとせかされたりしても金額や内容に不安がある場合は安易に契約してはいけません。このように契約書をよく確認せずその場の勢いで契約してしまったためにトラブルになるケースがあります。特に長期間にわたる契約では脱毛機器が肌に合わないなど解約せざるを得ない状況になることもあります。契約にあたっては施術内容や条件について契約書面などと付き合わせて理解できるまで説明を受け慎重に検討することが大切です。また1ヶ月を超え契約金額が5万円を超えるエステティックサービスの契約は特定継続的役務提供に該当し、契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。期間経過後も中途解約ができますが、事例のように契約内容によっては返金がされない場合があります。施術内容や金額、中途解約や返金の条件など契約内容をよく確認し慎重に検討してから契約しましょう。次に占いの事例です。すごい、それこれこれ、お金も返しても欲しいし試してみる。このようにあなたの金運が上がる、恋愛成就などの謳い文句につられて登録し、自分だけに向けられた言葉であると勘違いしやめられなくなり、いつの間にかトラブルになっている場合があります。聞いて、あれから占い師と相談して
もう少しで当たりそうだよね。また今までの課金が無駄になる、運気が下がるなどと不安を煽られ、商品を購入させられるなどのトラブルに発展する場合もあります。他にもサークルやゼミを装ってカルト的団体に勧誘され、高額なものを購入させられるなどのトラブルにも注意が必要です。お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではありません。不安を煽るようなことを言われてもきっぱりと断りましょう。社会にはこのような事例以外にも様々な消費者トラブルがあります。購入・契約をする際には、ほんまにこれでええんかなと一度考えてトラブルを未然に防ぎましょう。もしもトラブルにあったり合いそうな時には、消費者トラブルで困ったことがあれば一人で悩まずすぐに相談するようにしましょう。家族など身近な人への相談に加えて、専門の相談窓口にぜひ相談してください。消費者ホットライン188に電話すると最寄りの相談窓口につながります。泣き寝入りは嫌やと覚えて気軽に相談しましょう。